ジロロレレーす。はい、ということで、これでもレレーす。ということで、なんて言った？はい、こんにちは。今回は、ちょっと動画撮るの疲れたんで、このまま終わっていきます。ジジイ。今回は50人クラフト共感選手権です。共感とはどういう共感かというと、例えば、長月って今のままでいいと思ってそうだよね、とかいうことです。みんなわかる？長月って、今のキャラのまま維持してても、僕ってそれ相応の立ち位置だしなって思ってそうだなっていう。ちなみにこれ、リハーサルというか、この動画の趣旨説明を動画撮影前でやったんで、これ2回言ってます、ちなみに。2回長月のこと言ってます、これ。長月を削る言葉、2度刺さってる。共感することを言っていってください。みんなのを聞いて思いついた人がいたら、どんどん並んでくださいね、君たちいいですか？麦さん、かんたすけさん、のじゃじゃさん、たこわささん。はい。ありえぬこういう企画で並ばないがち。並ばなくない？こいつ。共感するあるよねー。こういうなんか系の企画で並べないよね。アリエヌくん。日本語わからない。アリエヌのスリランカ設定忘れ去られがち。アリエヌがスリランカ要素を、言わないから、アリエヌのスリランカ設定もうなくなってるよね。っていう。なんか、アリエヌがスリランカ要素とか、新花語で急に話し出すとかやればいいのに、なんかもう完全日本っぽい感じだから、なんか別になんかちょっと大きな日本人ぐらいにしか思ってないみたいな。なんか、ただの大きな日本人って感じ。日本語はお上手というか、ただのネイティブだよね、もう。お上手ってレベルというか、違うよな、なんか。逆に新花語ができるのかっていう。なんかちょっと疑問だよな。お前ちょっと新花語で話してみ、スリランカ語の。お前大丈夫？新花語で、なんかちゃんと発言できる？大丈夫？なんか、本当にスリランカって話せんのか、言葉。できる系できる系とまぁちょっと厳しそうだよ。PC に入れてない。PC にそのスリランカキーボードがないと無理か。確かに。新花子用の。ってことで、エニン。アルゴン、よしおしたいくらいしか友達ないのになぜかよしおしたいの1位にカウントされてない。ちょっとないのがかわいそうぐらいまで言うのが多分共感だな。確かにちょっとかわいそう。仲間じゃない。まぁ、アルゴンはなんだろう。カエルとか、ディーディーとか、なんか、なんだろう。ちょっと、アルゴンちょっと、きついじゃん。なんか、ちょっと、いや、やめとこう。これちょっと、じゃやめとこうか。この話は、この辺で、ちょっとやめておきましょうか。やめておきましょう。ただの社会人さん。フェミニストの参加税、大喜利でフェミニズムに触れるの忘れがち。お前が言うな、マジで。お前もうやめとこう、もうやめなさい、もうフェミニズムも。もういいんじゃない？いや違う、もういいじゃん、もう。よくない？もう50人くらいってあるからさ、もうやめても別にもう何も言わないよ、誰も。ゲーム赤にすればいいじゃん、もう全部。ゲームとかアニメとか。なんか、もういいよ。ただしか、そんなことしなくてももう、別にいいから、頑張る。いや、頑張ってやるもんじゃねえから、別に。そもそも。そもそも頑張ってするもんじゃなくないか、それ。頑張ってするもんなのか。正義のために。正義のためって言うんだったら、稼いだ金の少しでもなんか保護猫活動に使ってみたりとか、休日にちょっと何かやってみようとか、なんか保健所でなんか引き取るボランティアとかやってみようとか、そういうのが正義のためなんじゃないの？なんかツイッターでいろんなことを言ってみたりとか、わーわー騒ぐことも確かに正義かもしれないけど、まず身近なところから始めてみるべきじゃない？あ、ここまで言わない方がよかったか。ちょっとボコボコにしすぎたかもしれないね。ボコボコ、ちょっとボコボコかもしれない。言いすぎかな、ちょっと。まず身近な誰かを助けることが正義だと思うよ、ただしゃかさん。大きな概念の女性とか、虐げられてる女性とか、よくわからないふわふわした存在じゃなくて、自分の親とか友達とかを助けてあげたりとか、優しくあげたりするところが出発点じゃないかな、ただの社会人さん。次、ベノム。くんさんが放置で喋ってない時の VC。え、これくんさん喋ってるって確認しがちなのがカイキング。なぁ。いや、あれ何なのあれって。なんか、何のために確認してるの？あれって本気でやってんのあれ。あれ、煽り行為だと思ってんだけど、俺あれ。なんか、なんだろう、あれってさ、なんか、煽り行為じゃないあれ。今喋ったら聞き逃してるのかなって。VC の音確認とか、気になるの。なんかそれが嫌だったら、あれすればいいじゃん。ディスコードつけとけばさ、なんか緑色に光るじゃん。喋るとき、こんな感じで。ポン。こんな感じで光るじゃん。それやればいいんじゃないの、うん、イヤホンの不具合かもしれないの。バグって表示、そうなんだ。
まあでもどうせお前聞いてても理解できないでしょ。聞いてても理解できないんじゃないかな。いやねや、50人クラフトあるある、菩薩さん全部の文章の最後に藁がついてるにゃあるある。なんか企画ちょっと変わったけど、そうなの、そうなんだ。最近ニョッキーってのハマってるね、菩薩さん。〇〇ニョッキーみたいなハマってるよね、なんかよく。そうニョッキーよって VC でもつけて、 VC であの菩薩さんがあのちょっと渋い声でん、そうだニョッキーみたいな感じで真面目に言うの。え、あの渋い声でニョッキーって言うの、わかるニョッキーよって。マジだいぶだいぶイメージとちょっと乖離してる。そうニョッキーよ。あ、そうなんだ。すごいね。次ブロルッと、普通にやねやちゃんという人間が思ってしまう瞬間がある。あー、わかる。あの俺脳内でさ、酸化税のことをさ考えた時にさ、そのスキンが出ることもあるんだけど、中の人がさ出ることもあるのよ。でさ、やにゃー考える時にさ、中の人の架空の女出てくるんよね。なんか俺一回夢に出てきたしな、なんかそもそもやにゃーが俺夢であったんよ。その昔言ったけど、初夢かなんかで、ね、ラボ、初夢じゃないや、1月の初頭の夢で、なんかラボがバンドやってて、ヒデがドラムやってて、なんかよくわからん女が歌やってたのよ。多分あれヤニャーなんだよね、おそらく。俺ヤニャーと会ったんよ、だから俺は夢の中で。可愛かったけどね、めっちゃ歌下手で本地だった。なんかうわー残念だなーみたいな感じがあのちょっとした。残念ながら歌は下手だったね。ちょっとリアルっぽくない？なんかヤニャーちゃんちょっと歌ちょっとスンってするみたいな雰囲気ありそう、ヤニャーちゃんが歌い始めると。次ウィビンポくんがなんかチャット読み上げ微妙な空気になった時、とりあえず藁だけ打つ人が2人ぐらいいる。多分それね、微妙な空気も何もね、もうそもそもね、多分ダブル打つ準備しかしてなかったから、とりあえず投下してるみたいな感じだと思う。なんかもうあんまり考えずに打ってる、多分その人。いや普通に気を使ってます。タコワサ14が気使って打ってるってこと？毎回気使って打ってくれてるの、タコワサが。ゴリラビが W 打ってる？なんか打ってない気がするけどな。俺ゴリラビのチャットで W がま来たの見たことないけど、これから打ってね。はいはい。うざ。なんかさ、チャット読み上げてさ、みんながさどういうチャットすればいいかわかんなくて止まる瞬間ってあるよね、50人クラフトって。俺読み上げて、え、これどうやって返そうかなってみんな思ったり、うん、なんかまだ打つ場面でもないなって思った時にさ、シーンとするじゃん若干。その時どうやってどうすればいいかわかんなくなるよね。俺も読み上げる文章ないから、あーどうしようかなみたいな感じで、たまにあるよね、50人クラフトの止まる瞬間みたいな、手が止まる瞬間みたいな、どうしようってなる。わかるニョッキー。シーンとしてるとき、タナベが一人で笑ってる。それは多分誰かが説教されてるときに、タナベが爆笑してるだけ、それ。次、ゴッドコータ。たまに自分以外の参加者全員が自分のことを陥れようとしてるんじゃないかなと思うことがある。そんなわけないじゃん、コータ。俺みんなわらわらわらって打ってるよ、コータ。そんなことないよ。まさかね、わら、ないの。クリエ組ってコータ、なぜか人が集まってくると思わないか。それもコータと似てるような人が。一体誰が集めてると思う？自然に集まるわけないぞ、そんなの。いきなりあんな仲良し軍団できるわけ、仲良し、まあまあ、いやいや、カイキング。雲、狂ってるけど多分自分の中でネタと思ってるの。それってなんかどうなんだ？それ、これなんか共感ネタだから、全然それただ事実を陳列しただけでさ、あるあるというか、共感というか事実だから、まあそれを言うならば、雲って多分あれネタだと思ってるよね。でいいと思う、多分共感だから。うんはしないだろ。昨日雲さんにファマスドン引きしてた。あーまあてかファマスは多分耐性がないから、まだ50人クラフトやばいやつとかの耐性が多分あんまない気がする。それ以上言わないであげて。まあ雲は50人クラフトあってよかったんじゃないかなって気がするけどね。あれをなんか一応なんかバカにしながらも一応一回受け止めてくれてさ、笑って流してくれるコミュニティってあんまないんじゃないかな。なんかあの感じを笑って流してくれるコミュニティってあんまないと思うぞ。多分ないよね。あの普通に排斥されるし、あのナッシーもそうだよね。多分ナッシーを受け入れてるコミュニティっていうのもなかなかないと思う。俺覚えてる、今でも覚えてて、ナッシーが、なんか最初の面談みたいなやつで、あの、教室で、ナッシーがやばいっていうのが分かった時に、風花が、え、これって、マジで、クーさん、これ、バンですよねみたいな。ナッシーが押さないでください。押したら、お前、命が危なくなる。マジで、犯罪が起こるから、マジで。マジで、絶対にやめろ。いいな。え、バンしない流れ？まあ、今して、何もしてないなら、まあ別にいいんじゃない？したら悪化するよ。これ、クーさん怖くないの？いや、俺は合わないかな。俺は会わないし、俺は関わらないけど。
俺は全然怖くないよ。え、これって怖くないですかみたいな感じで言ってて、風花が。なんか、まあ確かに正常な感覚だな、みたいな。嘘、これってバンですよね。え、これ、ちょっと怖くないですかみたいな。ガチになってて、風花がちょっと。ああ、まあ確かに正常な判断だと、まあ、ちょっと怖いな、みたいになるよな、みたいな。いやー、まあ、よく、雲もなしも、よく居続けてるな。風花早く戻ってこねえかな、風花さん。風花さん早く戻ってきてほしいけどね。だからどうもまだ、もうちょっと暖かくなってきたからかな、風花さん戻ってくるの。もうちょっと暖かくならないと多分難しいんじゃないかな。熱量、風花シンガポール移住しねえかな、あいつ。どうかな、シンガポール移住。いいと思うけどな。マレーシアとか良さそうだな、風花。シンガポールよりはマレーシアとか合いそうだよな。ちょっと。シンガポールも多分東南アジア乗り合うはずだから、多分マレーシアに移住とかいいと思うな。土木風花配信でコメント、エントゲートが開いてないのにエンターマンと復旧作業中はゴドンと一緒に帰ってくるのか、そりゃすげえな。ゴドンと風花帰ってくるとこなったら多分もう お祭りだよ、多分もう。それ。お祭りが始まる。次、MS。ウルンルーは6時半のアナウンサーで、イケコさん8時のアナウンサーっぽいなって。わかるかも。共感。おみわは YouTube でやってる深夜のニュース。お前さ、マジで。お前さ、マジ。二重アゴさんはウェザーニュースって感じだよね。二重アゴさんはその雰囲気。その、ちょっと、好かれる雰囲気。そういう感じの人に。二重アゴさんはウェザーニュースだね。ヤッサンは、ニュースに乗るお姉さんだな。ニュースになるお姉さん、ヤッサンは。今ちょっとうまいこと言えたな、俺。朝のニュースに乗るお姉さんだね。それ、いっちゃん共感した。はい、じゃあラーメンさん行きましょう。ラーメンよく VC 参加してるのに全然発言しない。リビングでやってるからじゃないの？多分。自分の部屋です。あ、自分の家にパソコンあるんだ。すげえいいなぁ。いい家だなぁ。なし。自分のチャットのクンさんの発言がシンクロした時、クンさんの素質があるんじゃないかって妙な自信が湧いてくる。俺、クンになれんじゃね？なんか俺の発言、なんかクンの発言と被ってんだけど。えぐいな、俺。クンの発言と、わいの発言かぶっとるし、思考もかぶっとる。クソ身に覚えある。なんで暇人弁？なんか、暇人とかちょっと思ってそうな気もするから。偏見だろ。いや、なんか、俺が暇人だったら、俺、マイクラでも活躍してへんし、でも、喋り一つでここまでいけるってことは、なんか才能あるんちゃいますみたいな風に思ってそうじゃない？暇人さん。俺、マイクラで全然できへんけど、ニート部でも活躍してるし、代行って、ワイのおかげで始まったようなもんやで。思ってそうな気がする。これも共感。二重顎さん。パワスさんとヤシさん、スキン選手権の舞台裏でみんなで並んでる時に人の順番抜かしがち。ああ、もう一人抜かした人いたんだ。パワスはもう分かってたけど、もう一人抜かす人がいたんだね。ヤシさんもだったか。いや、多分だけど、ヤチ、今のヤチの、俺が VC ヤチがしてたらヤチが言うセリフなんだけど、ヤチそんなことしてないよって言うんだよ。で、確かにその通り、ヤチは嘘ついてるわけじゃなくて、ヤチの中ではそんなことしない。ヤチは列が見えてないだけ。ヤチには、並ぶべき場所が見えてなくて、してました。やってたよね。俺、わかる。俺すごくない？ヤチの再現うまくない？俺。やってたでしょ？全く同じこと。ヤチそんなことしてないよって言うんだけど、いや、してないんだよ。そうなんだよね。そう。本人は、別に悪気があって抜かしてるつもりじゃないです。次、シラソル。どっかのスリランカ人さん、新規さん、女性参加者に期待しすぎ。どっかのスリランカ人的には私の年齢がぴったりらしく、美人な人がお姉さんなのか、なぜかものすごい期待されてるので、声を聞かれないように逃げてます。田辺さんはオビアンさんはいい人ですが、どっかのスリランカ人と絡むのが少し不安です。まあそうだね。ナニエルさんだろうな。何人かスリランカ人いたっけな。アリエル、クモと同齢と。はい、カナリア。クンさん信号無視しがち。危ないよ、やめてね。あー、カナリア、大喜利のノリ、わからないがちだな。わからないがちだな。ちょっと、まあ、そうだな。カナリア、よう頑張った。よう頑張った。肩、ポンポンポン。あー、よう頑張った、よう頑張った。頑張ったと思うよ。よし、まあ、これからだな。これからちょっと慣れて、見学しよっか、何回か。何回かちょっと見学してよく見て、ノリを確かめた方がいいかもしれない。はい、ヘルスカ。チャット遅くでクンさんが話題を変える前に送るのが間に合わない時は悲しい。あー、なんでヘルスカの方がノリ分かってんの？カナリアより日本人の。
あのね、それで、ね、どこまで待てばいい？俺それちょっと感じるんだけど、そう、無言で全消去するときあるんだけどさ、どんだけ待てばいいかわかんないんだよね。今のままでいいとは思う。もったいないからメモ帳にコピペしてるって。50人クラフトチャットドットテキスト。それ見たい、それ。それめっちゃ見たい、それ、それ。貼ってくれよ、もう。マジ見たい。50人クラフトチャットドットテキストってファイル、あ、パソコンにあるのめっちゃ面白い。コピーしておいて後に同じ話題が出た時に持ってくる。いやね、50人クラフトで大事なのはライブ感だと思ってて、動画でも。あの、配信でこれ撮ってるんですけど、まあ、もちろん当たり前みんなと意思疎通するからね。それを動画にするのが俺は意味があると思ってて、ライブ感めっちゃ大事だなと思ってんだよ。完全な動画撮影っていうよりもちょっとライブっぽいテンションでやらないとみんなも楽しくなんないから、やっぱなんか人が楽しんでないとやっぱ見る人も楽しくないからさ、ライブ感めっちゃ大事な気がする。この50人クラフトのなんかうまくいった要因の一つとしてライブ感はあるような気がするな。このリアル感というか、動画を見てるけどちょっとライブっぽい感じみたいな雰囲気はちょっといいかなって思ってます。次、ノエルくん。ハイキングさん、めんどくさそうだなと本人が思ったとき、企画のとき、くんさんの周りわざと徘徊して番待ちしがちな感じ。あー、わかるなー。でもそれは事実だから、まあまあ、まあ、感想共感で言うんだったら、ハイキング難しい企画つまんなそうとか、つまんなそうにしてるとか、ハイキング難しい企画正直つまんなそうにしてるとかって言ったら共感要素になるかも。やち、オビワン10代相手だと常に話し方が赤ちゃん言葉で喋りがち。事実陳列だろ、それただの。それただの事実陳列だろ。あのね、猫に対する言葉になるってことでしょ。あのね、猫に対してさ、なんか声がさ、ちょっと変わるみたいなのと一緒でしょ、ノリ。でも俺も猫とかに対してはなんか喋り声変わっちゃうかも。猫とか、うん、まあまあ全然変わるかも。昨日言われた、あのさ、菩薩さんもさ、彼女とか、まあ奥さんの前ではさ、ちょっとさ、あれになんのかな、なんか変なあだ名とかつけたりすんのかな、菩薩さんも。にゃーちゃんとか言ったりすんのかな、菩薩さん。にゃーちゃん、今日のご飯何とかって言ったりすんのかな、菩薩さんも。いや、なんかちょっと想像してみて、みんな、菩薩さんが、あの、奥さんに、なんか変なあだ名つけて、にゃーちゃんとかって言ってるの想像。前、VC で言ってたよ。あ、そうなんだ。バレちゃん、ニョッキ。あー、ニョッキってその、あれか、奥さんとの間で流行ってる、ちょっとラブラブフレーズみたいな、ニョッキニョッキとかって言って、ギュッてしに行くみたいな、菩薩さんが。で、あの、菩薩さんの奥さんが、ん？どうしたニョッキって言って、なんかこう、よしよししてくれるみたいな。そう、想像したらすごくない？菩薩さんがそれやってるみたいな。だからすっげーなんかこう、いいよね。熱いよね、菩薩さんがやってたら。キャラ崩壊とんでもないけど。めちゃくちゃすげえきつい。幸せそうだね。いや、幸せではあるよね、全然。カナリア君、ここでもチャットの雰囲気ずれてて悲しくなる。確かに。カナリア君、ここでもチャットの雰囲気ずれてる。カナリア君、大丈夫か？カナリア君。カナリアでもね、来ないのが良くない感じがするな、ちょっと。あんま来ないじゃん。で、多分動画もまんま見てなくない？多分。動画も見てないでしょ？それはダメだね、単純に。多分動画も見てないよね。多分もうダメだね、それは。たまに来て、すぐいなくなるみたいな。なあ、そういうのも開示しちゃう？ホスト忙しいとか言って。ああ、うわ、きっちー、カナリア。きついっすよ。タコワサにするか、カナリア。ちょっと、タコワサにして学ばせる？ちょっとタコワサにして一回学ばせた方がいいか。多分タコワサにしてっていうのも多分分かってない、多分。多分分かってない。多分どういうことなのか意識、理解してない。多分タコワサっていうのも、どうせ来ない。一時期の麦さんみたいな感じか。ピーユン、チョ・ソングル、スルーされがち。は？はい、次、ノルノル。ノルノル、ババアいじりと平気ネタにガチに怒りがち。てめえら自分のママやおばあちゃんにそんな失礼なこと言わねえだろ。いや、でも、なんか、言わないのもおかしいから、こう、なんだろう。言わないのも変じゃん？まあ。言うて言わないのも変だし、ノルノルさん、正しい。ダダシャカ。くん、黙れ。言わないのも変で、それもそれで。なんかこう、気使ってんのかなみたいな感じするじゃん。なんかさ、沈黙して気使ってるみたいなノリになっちゃうから、まぁちょっとまあちょっと適度に、まあまあね。いや、まあ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 。お年寄りに席譲ったら失礼になるかもって、それ！え、だから平等に殴る。え、だから平等に殴らないと、だから。どんな年齢だろうと。
殴るところがあったら、プー死にたいか。次、イニ。建築期間中、ベノムさん、Y100 あたりに浮遊しがち。ちなみに、ヤンドルさんは Y200 あたりにいることが多い。ちょっと待って。知らねえ、なんだそれ。Y200? いや、それ誰が共感できんの？それめっちゃわかる。あ、そうなの？なんでそんなこと知ってんの？ギリンよく TP してくる。あー、それで、ベノム Y200 か。ニャンドル、今日も Y190。こいつは200付近にいるな。Y まで覚えてんのやばい。糖度測定係。見えたとしてなんで Y 確認してんだ。もうさ、なんか超上空に浮かんでるドローンぐらいの位置だよね、多分。なんかニャンドルさん。ニャンドルさん偵察ドローンみたいな感じじゃん、もう。参加してない、もう。ニャンドローン。次、エビフライ。ダブルキーを押してるときに何かしらでチャット欄開くと間違って WW でチャットしちゃってちょっと恥ずかしい。あー、なんかなぜか W ってチャットしちゃうみたいな。あの T とかって出ない。なんか TWLL みたいな。TWLL みたいな。これ優勝かも。次、デーデー。こんな感じの大喜利列、後ろのは並んでるのに放置したり、何も考えてないやついがち。メタボのことだろうな。あ、でも今日はメタボいない。893。参加者全員何するの？今日マイクラあるの？クンさん喋ってるの？これにイガッとし、気がち、あ、切れがち、あ、する。まあ、そうだね。なんか、またかよ、みたいな。泣き声みたいな感じだよね、もう。なんかね、電車の中で電話してる人見てる感じの気持ち。わかる？わかる？なんかイメージ。なんか、意味ないんだけど、なんかうるさい、みたいな。うるさいなー、みたいな感じの、そういうノリ。やっさん。マチャカリ大喜利に並んでるの見たことない。そもそも久しぶりに姿見た。え、マチャカリ、あ、いた、いるわ。あのマチャカリね、だいぶね、ちょっとね、あの今線香花火のなんかもう最後のパチッパチッっていう感じになりつつある。なんかマチャカリがあの線香花火のこの花火の火花がちょっと最後パチッパチッパチッって感じ。しかもなんか、なんでこんなところで一人ぼっちで、なんか体育館裏で一人ぼっちでじーっとしてた。なんかどうした、ご飯でも食べてたのか。カナリアくん、カナリアくんさぁ、カナリアくんさぁ、ゲームハマってると来ないイメージ。なんかパソコン壊れてたって言ってたよね、確か。あー、新しいしたのか。じゃあまあ、来れるのか。データ飛んだ。あー、学校のデータ卒論とか飛ばなくてよかったね。卒論の時期で飛んでたの地獄だったぞ。いやにゃ。やなーくん、VC でもやにゃが存在してる体で会話してるの普通に怖いにゃ。あ、ガチなんだ。え、ガチで存在してる体で話してるんだ。あー。あー。あー。ガチ。あ、そうなんだ。マジでずっとそう。あー、本当にやにゃがいるっていう体で話すってこと？ヤニャーちゃんと行ってきたよ、みたいに。あー、おー、すごい。まあ、ヤニャーちゃんいるからね。まあ、ヤニャーっていう人間いるからな。なんかもうここまで来たらもういるよね、なんか、正直。なんか、いやなんかそうじゃない。ここまで来たらもういると思わないとおかしいよね、なんか。お前は彼女いるもんな、ヤナ、照れ。ほんとに照れるんだ。すげえ。あー、なるほど。もうこれが本物だ。何時？ノルノルさん、高熱気がち、あの、何時くん、脈なくない？あの、いいヒントあげようか、何時くん。いい、あの、ティップスいる？ 50 人クラフト、ノルノルチップス。あの、ノルノルティップスなんだけど、ノルノルティップスは、あ、長月あたりが、なんか、ノルノルさんに対して、ちょっと言った後に言うのがベスト。あの、なんかそういうネタになった後、長月が、あの、良くないって、とかって言った後に便乗するのがベスト。長月よく便乗するから、ノルノルネタの時に。長月が便乗したら、あ、言っていいんだ、みたいな感じのタイミングで言うのが多分ベスト。言いたくて、あー、まあ、大人は我慢するからな、まあ。縦役がいる状況でちゃんと詰めて。あの、オーバーウォッチで、あの、なんか、DPS が突っ込んでるのと一緒。あの、まずはちょっと、タンクに守ってもらいつつ、みたいな。ただ死ぬだけ。ハルトの到着待たないと。次。トシ君、数ヶ月に一回急に来るのに、カナリと違ってチャットにエグいぐらいになるんじゃ馴染んでる。あ、ねえ、多分トシ君はね、動画とか配信見てるんじゃないかな。まあ、同調チャット得意ってことか。トシ君、空気読むのうまい。トシ君って、配信とかは見てるんじゃないの？動画とか配信とか。見てないの？トシ君もなんか、トシ君自転車乗って帰ろうとしてる。なんかもう、帰るって、トシ君。自転車置き場いる。もう帰るらしい、トシ君。帰る準備してた。あの、帰宅する準備。もう帰る準備中らしい。あー、ちょっと話しかけて悪かったな。
うん、ちょっと多分変える準備中だ。カナリアの馴染まなさの方が変な気がする。なんでだろう、まあなんでだろう、なんか欠落してるのかな。まあ、動画見ろ、ちゃんと。ちゃんと動画見なさい、ちゃんと。ディスリネタは仲良くなってからじゃないと面白くないのに、初手からかましてるから。ああ、まあ確かにそうかも。まあ、なんか叩く場所がなんかずれてるみたいな。仲良くなると、叩く場所分かってくるじゃん。なんか、なんだろう。オビワンの結婚ネタとか言ってるけど、実はオビワン、まあ、いろいろ言うけど、あ、足も28ぐらいには結婚しとるやろとかって、気楽に本当は構えてそうとか、心の底では。だからあんまり今も動けてない、なさそうみたいな、こう、そういう、オビワンとよく、オビワンの人格とかよく知ってたら、わかるようなことが出てこないみたいな。ただ、オビワンはなんか結婚できないわら、みたいなこと言うだけ、みたいな感じになっちゃう、みたいな。なんか、そういうノリ？なんか、ただ、解像度低い煽りは、なんか300人クラフトっぽくなっちゃう。解像度が高い煽りは、面白い。あ、解像度だな、多分、煽りの。だから、ドレッドハンガーとかのサーバーの奴らが、新規勢が参加できたのって、叩く解像度が高かったんだよ、多分。だツイッターとかめっちゃ見てたら、そいつのツイッターの追消ししがちだけど大丈夫かみたいな。だそいつの追消しよくしてるとか、そういうなんかこう、ツイートの解像度とか、見てる解像度が、その、ウォッチの解像度があると、なんか言いやすいのかも、みたいな。なんかそういう気がする、なんか。やっぱ見とかないと、なんか、解像度低い煽りになっちゃって、解像度低い煽りってなんかこう、単調すぎて、あ、もう分かってる。そんなこと分かってんだよ、みたいな。長月つまんないとかそんなの分かってるから、みたいな感じになっちゃう。だからもう一個上だよね。つまんないのを、ネタになってるのをいいことにつまんないままの自分でいいと思ってそうだし、なんならもうつまんないカテゴリーじゃないでしょ、それは、みたいな。なんか一周回ってつまんなくないでしょって思ってそうとか、それぐらいまで言わないと、長月が。次、海にゃ。チャットの間に合ったと思ったら、次の大喜利チャットと被って、さっきの話題のチャットが残って恥ずかしくなる。あ、わかる。あのね、それね、めっちゃわかるんや、俺。あの、それね、俺、読んであげようか迷う。俺ね、後から戻って読んだりするからね、でも俺、たまに。俺、戻ってるの見たことあるでしょ、たまに。戻ってあげることあるじゃん。たまにさ、戻るよ、ちゃんと。一個戻って、付け加えるみたいな。たまに読んで、あー、まずい、これ、やってないな、とか、読めてないな、っていう時とか、編集で付け足してくれって祈り。編集者さん、よろしくお願いします。はい、次、長月さん。参加勢、企画の空き時間に僕をもてあそびがち。お前なんかさ、お前、めり込んでるよ、植木町に。うぬぼれんな。うぬぼれるな。誰も共感してないぞ。誰も共感してないぞ、なんか。大丈夫か？何も考えてないよ。ガチでわからんかった。僕はモテモテですって言いたいの？待ってくれよ。かわいそうに。帯、田辺さんは身内取りしがち。あー、だいぶね、もう分かってきたから、まあ、もう大丈夫だと思うけどね。もう、最初はそうだったけど、もうなんかそれがオープンになったから、分かってきたから大丈夫。なんか分かってない状態のが一番やばい。あの、50人からと2期の世界政府とかみたいなのがやばい。でも世界政府のこと分かったから別に大丈夫になったじゃん。最初の頃の田辺×オビワンネタとかきつかった。確かになんかちゃんと文脈がないと。あとの謎の集団感未だに、あのね、多分田辺沢って田辺アリエヌ、オビワンサキ、某ウマヅラハギ、まあラーメンとワンとかって感じに思われてると思う。あの、視聴者には。プラスタコワサとかもいるんだけど、なんか多分タコワサはタコワサみたいな感じになってる。少なくとも。で、ヤチは多分、いないと思われているのかな？いるよ？あー、すごいね。多分、思われてない気がする。まあ、視聴者は多分そういう風に思ってそう。あ、そう、ヤチは、なんかこう、他と一緒にいるところあんま見ないんだよね、マイクラ内で。なんか絡んでるとかあんま見ないのと、単品でネタが成立してるから、ヤチは。もう単品でも、ヤチそのものがコメディみたいな感じの要素があるから、なんか田辺様って、ご助会みたいなもんじゃん。なんか、わかる？なんかご助会じゃん。なんか、あの、無名ご助会じゃん。結局。なんか言っちゃうんだけど、ちょっとそういう感じが。次、タコワサ14。うーとか999、自分の中でしか使えない謎のネタをこすろうとしがち。あの、うんも999も、電車で声大きいタイプのオタクだから、あの、電車で声が大きめの、ちょっとうるさい系のオタクみたいな、テンション高くなっちゃうオタクみたいな感じだから、まあそういう感じです。999のは笑える時がある。それ、うんな笑えないっていう。一回適当に言われた設定とかを無限にこすってくる。でで。
くん配信終わった後一人一人に感謝してその日の活躍度に応じて DM で報酬を払いがち。それこれ活躍した一人しか送られてないから活躍してない人は知らないかも。あーまあねー、まあ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 、まあ、あるある。ニョッキーブー。無惨様、いろいろなところに上限の人が失望しがち、怖いです。なんでいきなり、あの、古いし、意味がわからん。古すぎ。あ、チェーンソーマンのネタじゃなくて、いきなり陰キャ選手の人で棒が言うの、意味がわからん。古すぎや、しかも。古すぎやし、意味わからん。誰に言わされたいや、これ。なし。人を追いかけるとき、三人称の人で客観的に見て、不自然な距離感や、位置関係じゃないか確認しがち。は？あの人、あなただけです。あなただけです。あなた、それはあなただけです。普通に犯罪者に大きい。三人称を使い始めてから世界が変わった。あ、それ三人称してんの、これね。あー、なるほど。これで追いかけるときに、こう、不自然になってないかどうかみたいな、こうやって。あー、確かに確認できるかも。エビフライさん？エビフライ追いかけないだろ。いや、お前追いかけてる。おい、お前追いかけ回してるだろ、鈴木姉さんのこと。遠目でズームしてるだけ。キモ。はい、ラーメン。長月、自分の話題が来た時に適当にえって打ってそう。それは事実だよ。それは事実だよ。いや、今えって打てなくて一瞬間があったっしょ。普段と違うこと打たなきゃいけないなと思って今えって打つ。今普段だったらえって打ってるところだったけど、それをいじられたからわざわざ違うのを打つためにあっとみたいなんで微妙に誤字もするみたいな。焦って打って微妙に誤字もします。ラストか。カイキング、企画わからない初期に何するのって聞いたらみんな呆れがちのん。はーい。あの、電車の中で電話してる人みたいなんでやめてもらっていいですか。俺の思う50人くらいと共感ネタか。なんだろうな、俺の思う共感ネタ。なんかみんなだいぶ出し尽くしたな。てか俺と立場がみんな違いすぎるから共感ネタがないんだよな。俺は撮影してる側だから共感もクソもないんだよな、あんまり。まあ、ツイッターで動画しか見てないであろう視聴者のキッズが、なんかその時の動画のネタ送ってくるの、なんかちょっとうざくない？なんか、いや、しょうがないんだけど動画しか見てなくても。ちょっとめんどいみたいになるんだよ。なんか、この時のか、みたいな感じで。俺らからすれば1ヶ月か2ヶ月前だから、だいぶ昔の話をなんか送ってきたりする人いるよ、結構。ツイッターでなんか、あー、これか、みたいな。あの、偽暇人増殖とかも、まあ、まさにそんな感じした。僕、もう動画ですら出てこないのに、未だにフォトネに一緒にやりたいって出てくる。あれ、めんどくさいよなー。なんかこう、その、なんだろう。多分、昔の動画を見たであろうやつか、それしか知らないやつが昔のネタこすってくるみたいな。配信のことツイートした時に、配信見てないやつのどうしたのリップうざい。うわー、わかるー、それめっちゃあるよね。わかるに、おっきい。あ、でもね、俺ね、この前ね、なんかよくわからんリップしてくるキッズいるじゃん。なんかそれ一瞬その気持ち分かったことがあって、あの、俺、タイムライン、俺、基本的にフォロワーいっぱいいるからめちゃくちゃになるんだね。で、ツイッターのタイムラインがなんか変に出るのよ。なんかこう、いろんな人が出てくるのよ、ツイッターのタイムラインに。で、それで、なんか偶然、イケコさんが出てきて、あ、最近そういえばイケコさん毎回見ないな、なんか元気にしてるのかなと思って、一瞬パッとツイッター見たら、なんか、なんだっけ、なんか言ってて、なんかポケモンかなんかの話してて、あ、なんかリップしたいなって思っちゃって、あ、どうしよう、でもこのポケモンのこと知らない。え、なんて言うとっかな。あー、ポケモン、あ、これでも、なんかちょっと知ってるかも。で、一瞬打とうとしてるけど、待て、俺今何しようとしてる？俺、今意味のないリプライしようとしてないか、しかもイキコさんに何をしてんだ俺はと思って、消したことがあって、俺はと踏みとどまれたのよ。俺は池子さんに無意味なクソリポするのを踏みとどまったのね。なんか一瞬打とうとしちゃって、なんか心の中で。あ、危ないって思って踏みとどまった。あっぶねえ、なんか意味わかんないリップ動画だった、みたいな。ちなみにそこにカイキングが意味のないリップしてたのよ。それで、我に帰ったのね、一瞬俺は。あ、まずいって思って、そのカイキングにも助けられた。カイキングが全く無意味なリップしてて。で、あ、ダメ、みたいな。だからこういうことなんだなみたいな。リプしたいが目的にあるリプみたいな。だからなんかこう無意味で不快なリプライが発生するのかなみたいな気がする。よくしちゃうのそういうの。え、お前よくしちゃうなら人からされるの許せ。怪奇と同レベルになるっていうラインがあってようやくくんさん止まれた。え、大丈夫、止まれたからいいんだよ。もう止まれた、ちゃんとストップできた。俺は自分にブレーキかけれたから回避した。いや、踏みとどまれてよかった。あれは。いや、だからこういう気持ちなんだなみたいな。こういう気持ちでリップしてるのかって、ちょっと思いましたね。
オビワンにも俺撃とうとして消したことあるよ。ちなみにワラとか言ってるけど、なんかオビワンが焚いてて、でそれにすげえ辛辣なツッコミをツイッターで入れようとしたんだけど、いや普段は音声で伝えてるから、こうなんかテンションとかノリとかその後のフォローとかできるけど、でもこう文章で送られたら結構傷つくかな、これ言ったらめっちゃ面白いしめっちゃ笑えるけど、でもオビワンに多分これ本気で今焚いてるから、これ言ったらオビワンちょっとかわいそうかな、どうしよう消すかと思って消した。俺偉いからな、俺ちゃ1回あった、それ確かなんかの時になんかあって、でその日確かオビワンに直接なんか言ったはず、なんかの時にあった、それせっかくのタイミングなんだからやってくれよ。いや多分それやった引用リツイートでやろうと思ってたから、多分それやったら真面目にキッズからオビワン叩かれてたよ多分。それぐらい俺ひどいこと言おうとしてたから真面目に叩かれるみたいな感じの、なんかガチめに確かにこういうのは不快ですよねみたいな感じの、あのリップが集まりそうみたいな、うんこれはちょっと良くないと思いますよねみたいな、こうなんかただ叩かれて終わるみたいな、になるところだった。よしということでこんなもんですかね。ジジニョッキー、おささ、おさ、マジかすごいな。